散歩？何これ、帰り？ふん、この席だな。そうか、なるほどな。そうか、やっぱりな。イエンショップの竹藤、モックバーガー、ムニストップ、クッキーの宝、足つぼマッサージ、ふみふみ。つまり、イエンモックス、富士ショップのトップ、竹ムニバーガー、肩クラッキー、ふみ。これ全部、ショーゴ、お前だな。お前のレジスター程度の脳みそが考えつくことなんて丸わかりなんだよ。こっちはスーパーコンピューターなんだからな。まったく、くだらないこと思いついたもんだな。ああ、ちょっぴり嬉しかったのにな。まあいいよ。お前はビギナーだからな。これから学べ。すいません。こういう犬なんですが、見たことないですか？明日は場所を変えてみるか。桜峰とか行ってるかもしれない。ああ、俺トモヤを飼い始めた時桜峰に住んでたんだ。昨日もちょっと見て回ったけど、可能性としては高い。ネオちゃん、そう、駅前。あ、見える。ネオちゃん、ここだよ。チラシちょうだい。頑張って配るから。もう残り少ないけど、じゃあこれ。うん、少しでもいいよ。コピーしてたくさんに増やすから。そこまでしなくたっていいってば。だって最後に剣の姿を見たのは私だし。
れば。大丈夫だって。うん、大丈夫だって信じてる。俺の強運を侮るなかれ。それにあんな優しい雨だったら夜の雨宿りもいいね。うん、もう少し長く降られててもよかったな。ちょっと雨の日も好きになっちゃった。あ、てへっ、私おかしなこと言ってる。ここだよ。このどことなく懐かしい感じがいいんだよね。俺もそう思う。チラシ巻きながら移動しよう。海岸の方が人多いよ。一人残らず全員にチラシを配る。行くぞ。手応えなしか。
そうするか。こっちはチラシが終わることを、そっちは。もう、有名人がいるぞ。見えるか、ショーゴ。例の皇帝のど真ん中でチューしたバカップルがいる。おーい、ひなけん、サルサル。終わり。稲源たちにももう一度念を押して頼んでおいたよ、智也のこと。疲れたか？悪いな、俺のために付き合わせちゃって。んじゃ、頑張ってもらうか。頼りにしてますよ。ショーゴは浜学だったもんな。ああ、懐かしいな。まあね。ここも収穫はなしか。そうかな。
じゃ、明日もよろしく。ショウゴくん、ちょっと自信をなくしそうだったけど、おかげで少し勇気が出てきたよ。うん、なんだかいつも助けてもらってるね、花火大会とか。自転車に乗せてもらった時だって。うん、ちゃんとドラマ見れたよ。